はい、皆様こんにちは、便利屋ハッピーの門の口です。7月14日水曜日、12時になるところです。はい、目沼地区ですね、熊谷市目沼町、旧目沼町地区走っております。中奈良の方から、ご案内をさせていただきます。341号線に沿ってですね、続く道路です。この道路ですね、北側の太田市方面、東水橋方面ですね、向かっております。まあここはちょっとその先行くとお店とかあるんですけど、この辺はだだっ広くて何もないかなっていう感じです。ちょっとカメラで位置直します。現在28度、最高気温の予想も28度です。今日も夜降水確率 80%90% っていうような感じで、夜また一雨ありそうですね。九州地方が梅雨明けしたってことで、こっちの方もそろそろかなっていうような感じがするんですけど、島村さん、ドラッグスター関さん、かすみさん、
が、図書館がありますね。目沼中央公民館と図書館ですね。頻度で私の、動画東西橋で映ってるかと思うんですけど、せっかくなんで、まあ、橋好きな方もいらっしゃるかと思うんではい、では東西橋渡るところまでご案内させていただきます。はい、お昼、12時7分8分になります。で今チョコバー1本しか食べてないですね。あとまあトマトジュース飲んだぐらいで、まあ大体 そんな感じですかね、午前は。利根川ちょっとやっぱり茶色っぽくなってますね、少し。水量は多いです。28度ぐらいじゃ入れないことないかもしれないですけど、ちょっと寒い人はかなりブルブル寒い思いしますね、プールの時間は多分。まあさすがに川に入って遊んでる姿っていうのはあんまり見られないんですけど、利根川に関しては。ということで、はい、東西橋を渡ったところで、はい、ご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。